ースの意志は俺たちが継いでいくんだ。ルフィ、そろそろ。ああ、今行く。あれからもう2年か。心残りはお前の夢の果てを見れねえことだ。だけどお前なら必ずやれる。俺の弟だろ。よし、行くか。マリンフォード頂上戦争から2年、世界の勢力図は大きく変化していた。海軍本部では戦国が職を退き、新たに赤犬杯が元帥となった。それに先立ち青木地九段は赤犬と衝突、決闘に敗れて海軍を去っていた。また白ひげの死によって空席となった四皇の座は黒ひげ喜一が奪い取り、新世界で勢力を伸ばしつつあった。一方麦わらの一味は沈黙を守り続けた。頂上戦争の後2年後の再集結を仲間に伝えたルフィはレイリーの下で覇気の修行に励み、その間他の仲間たちもまたそれぞれに大きな成長を遂げる。そして2年を経た今、麦わらの一味は約束の地シャボンディ諸島で再会の時を迎えようとしていた。島に着いてるかな。早く会いたいな。マリンボーはあっちだな。連れてきてやったっても。
と来たが、奴らがいつか必ずこの島に再集結する日が来ると立ってた。知っておくべきことがある。今日まで船が無事だったのは船を守る戦士が一人いたから。2年前俺たちをチリチリにすっ飛ばした張本人、大岡七部会の大男バーソロミュークマだ。数日前俺がサニー号にたどり着いた時は目を疑った。待っていた、任務完了だ。サニー号には傷一つなかった。なんであいつが敵だったんじゃねえのか。おめえらもうすうす気づいてたとは思うが、あの戦いですっ飛ばされなければ俺たちの命はなかった。結果的に俺たちは助けられたんだ。心に留めとけ。この一味にとってクマは大恩人だってことを。君たち、島の状況がせわしなくなってきた。仲間も皆もう上陸している。船に全員を集めろ。少々慌ただしいが、それぞれの2年を乗り越えていよいよ再出発の時だ。よし、残りの奴らを探しに行くか。相手はあの麦わらだ。軍艦を回しとけ。パシフィスタも出すぞ。海軍が動き出したみてえだな。船は俺たちに任せてみんなを探してきてくれ。本物のレディが生息してる。 I need レディ。海賊黒足の惨事確認。あいつ、あの時の。心配でついここまで来てしまう。誰だあのスーパーな美女は。お、ハンコックだ。助かった。ハンコック？七部会の海賊女帝じゃねえか。七部会と知り合いなのかルフィ。ああ、俺ニョウガ島に飛ばされたから友達なんだ。あの女帝と仲良し？ああ、おめえちゃんと修行してたんだろうな。お前、俺なんかな、俺なんか。ルフィ、仲間と無事に会えたようじゃな。いやー、海賊女帝がこっちに恵ませよって、サチWhat?
きません。一味は2年前より数段強くなっている模様。何やら海軍が騒いでおるな。ルフィの出航を阻む者はわらわが許さぬ。こうしちゃいられねえ。サニーゴに急ごう。いい女じゃねえか。お前、俺の家に入れてやろうか。結構だ。あんたと私じゃ全く釣り合わないわ。これは何かの気配。何怖い。今行くよ。ここはオル様が助けてやるとすっか。プリンセスを甘く見るとどうなる。もう知らせてやる。賞金は確か。急いで道を開けてもらえるかしら。ロビンちゃんが近くにいる気がする。ロビンちゃん待っててんのね。また一段と実っちまって。そうだ、俺の新兵器ポップグリーンを見たか。何も2年間海を眺めてぼんやりしてたわけじゃねえんだ。悪いが俺はおめえとチョッパーとの弱小トリオは卒業だ。何が起きてももう動じねえ、そんな戦士に俺はなったのさ。
揃ってるのかしら。島に一番乗りしたってのに船はどこだ。待ってたっていつ来るかわからねえ。こっちから迎えに行ってやろうじゃない。海岸に船を移動させる気か。急いで対岸の守りを固めろ。軍艦には攻撃の準備を始めるように伝えとけ。軍艦とは見過ごせぬな。止めてくれよ。なんと懐かしい皆様。マネージャーたちに追いかけられてまして。ウルトはライスターソウルキングになったのね。よく知れるかしら。ウルク、これから荒稼ぎって時に引退なんてさせてたまるか。
しい。はい、直ちに中止します。何をしている。任務を妨害する気か。我らのために道を開けてほしい。そしてそなたたちの船の積み荷も全てほしい。何をバカなことを。そんな理不尽な要求が許されると思っているのか。我らが何をしようとも世界中がそれを許してくれる。なぜならそうよ、我らが美しいから。貴様ら、あの島にどれほどの凶悪犯がいるのか分かっているのか。麦わらのルフィならば、わらわが七部会として追い仕留める。それで文句はなかろう。は、はい、総員撤退だ。お世話になったんだぜ。そしてこの島へ運んでくれてありがとう。じいさん、行きましょう。新世界。待たせたな。早く乗り込め。
太陽ネガティブ炎一刀流大神さんエルワストガン全員揃った。よし、船を出せ。いや、出航する必要はねえ。記念前と違い、灰は正式に海兵になった。おめえをここで捕らえる。前と変わったのは私だって同じだ。望むの二回よネガティブ炎一刀流だエルワストガンこいつ覇気をまとった。感謝します。このご恩は必ず。エネルギーを集中。魔球戦望むの二回よネガティブ炎一刀流さっき一よゾロ黒足のサンジ、やはり一味全員この島にいます。もはや我々には手に負えません。仕方ねえ、司令部に電電虫をつなげ。プル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 。こちら戦闘丸、状況を報告する。麦わらの一味によってパシフィスタ全てを深く損傷。もちろん強さは2年前奴らを追い詰めた当時のまま。変わったのはあいつらだ。この2年の潜伏期間で目まぐるしい成長を遂げている。新世界の海軍本部に多く伝えとけ。麦わらの一味は完全に復活したとな。ガチャ、一応様子を見に来たが問題なさそうだな。さらに力が洗練されている。覇気をまとった攻撃の強さ、彼らの身に教えてやる。魔球戦魔球戦望むの二回よネガティブ炎一刀流さっき言った人よワストガン
前とはまたどっかで会いそうな気がする。早く行け。ベイリー、俺はやるぞ。海賊王に俺はなる。行こうか。じゃあベイリー行ってくる。ああ。頂点まで行ってこい。どうじゃ？どこの誰だお前は。ロジャー、全てが必然であるかのように縁はやおら形を成していく。とかくルフィはまた一段とあの帽子がよく似合う男になった。すーげー、フランキーかっこいい。おーい、あシャボンディ諸島で再集結を果たした麦わらの一味は新世界へと抜けるため深海の島魚人島を訪れる。そこは竜宮王国が治める魚人と人魚の国だった。2年前共に戦ったジンベエによってすでに名を知られていたルフィは仲間たちと共に王宮竜宮城に招待される。魚人族と人間とは長い歴史の中で種族間の深い確執が存在していた。しかし人間との融和を望んだ今は亡き王妃乙姫の活動の成果により人間に歩み寄ろうと考える魚人たちも少なくなかった。一方で人間を憎み魚人族の力を世界に示そうという不穏な組織も存在していた。ホーディ率いる新魚人海賊団である。かつてルフィたちがイーストブルーで倒した魚人アーロンの意志を継ぐホーディは竜宮王国に反乱を起こして新たな国を築こうと動き始めていた。ホーディの反乱に巻き込まれる形で仲間数名が捕らわれてしまったルフィは残る仲間と合流しそこでジンベエとの再会を果たすのだった。ルフィ君、見違えたぞ。懐かしいな。ジンベエ、おお、ジンベエか。また会えて嬉しいぞ。仲間は皆一緒ではないのか。ああ、それがよ。ホーディの奴が、なんと竜宮城がそんな大変な事態になっておったとは。
ジンベイ、後のことは頼むぞ。俺は竜宮城に行く。待てルフィ君、お前さんらがホーディと戦ってはいかん。考えてみろ、お前さんがそのまま魚人島で暴れたらどうなるか。魚人族にはこれまで人間に心を開こうとするたびに人間によってそれを邪魔されてきた歴史がある。お前さんがホーディとぶつかればどうなる。結果この危機から魚人島は救われるとしても、人間に立てつくホーディを打ちのめそうとするお前さんの姿は魚人島のみんなに変わることのない歴史を連想させる。ジンベイ、こっちは仲間取られてんだ。ホーディってのもほっときゃ、俺の友達もみんな困る。俺は行く。止めてんなら止めてみろ。共に戦った仲だと油断したわい。そういやお前さん、あの男の弟じゃった。困る気がないんなら仕方ないの。俺はあいつらをぶっ飛ばしに行くんだ。待てと言うとろうが、話を最後まで聞け。やるのならホーディをぶちのめす凶暴な人間にならず、この島のヒーローになってくれ。わしがホーディにわざと捕まり助けを求める。お前さんはそれを助けてくれたらええ。そうすればわしら全員凶暴者であることが皆にわかる。が、その前にまずは竜宮城へ急ぎ仲間を救出せ。仲間救出の方法についてじゃ、なんとかしてくれ。雑な作戦だな。おい、お前の頼みだからやるんだぞ。ジンベイ、応援なんかされたらこっちは調子狂うんだ。すまんな。まだ何か悩みが。作戦名を。いらねえよ、急ぐぞ。わしは敵に捕まって広場へと侵入。鍵を盗んで広場を内側から開けられるものは。任せて、私とロビンならできそう。3秒以上押してください。全魚人島民、聞こえるか。俺はホーディ・ジョーンズ。この国は一度崩壊し生まれ変わる。新しい王は俺だ。ジェラル大将、アイアンパンレー。神秘を発見したぞ。捕まえろ。スーパー。しまった。さあお前さんたちは今のうちに。リードか。これじゃ進めねえぞ。ランキー、ロボムノトールキー。アーロンパークのスピードも似てるな。水を止めるスイッチがあるかもしれねえ。旧竜宮王国との決別の時、人間との友好を望む者はこの国から消えろ。人間ども、生かしておくな。変態しとるぞ将軍。ジェネラル足元全然な。ジェネラル
っと来てくれたか。助かったぜ。ふざけるな、ホーディ。俺に反発する種族の恥さらしども、一人一人処分していくとしよう。鍵は手に入れた。ルフィたちはまだなの？か、そんなこと。お前らが勝手に決めろ。手羽飛ぶような10人足らずの海賊に何ができる。こっちは10万人だぞ。やっちまえ、人魚人海賊団。広場の奥にジンベエ親分が捕まってんだ。俺たち助けに行ってくるぜ。俺も行く。死ねん奴らは今ここで死ね。死んで人間への恨みを残せ。死んで恨みを残す？バカバカしい。何も残りませんよ。生き物皆死んだら骨だけ。私、命粗末にする人大嫌いなんです。失礼ですが、もう切っちゃいました。おさむござんす。お気をつけて。かすりえた吹雪切り。負けちゃいられねえ。みんな新世界に向けてしっかり得るものを得てきてる。魚野郎、お前は俺に狙撃され、それで終わりだ。何をつまらねえ寝言を。バカな夢見てんじゃねえよ、負け惜しみか。参った、俺も衰えたな。昔はもっと嘘ぶちかましたもんなのに、今やそれができちまう。必殺緑星インパクトウルバー。これが世界に名を売る海賊の実力か。
処分してやる。エレン大丈夫、アイアンパンレッ力がみなぎってる。俺のルフィなら、この国を救ってくれるかもしれない。アイアンパンレを倒してジンベエ親分を助けてください。お前らみたいな無抜けがいるから巨人族が舐められるんだ。チビ急にでかく。ハルメ。あお、何も暴走まですることねえだろ。大丈夫。ハルメ。さ、もしまた戦えるようになったんだ。負けてられねえ、アイアンパレーツフランキー将軍、略奪者の剣フランケン、ゼネラル足元デンジャラス。キャー、下段攻め、セコイが危険だ。死にする。広場に降りた時から本当は誰にも傷つけさせねえって決めてんだ。好きに。だが結局この国は勝者のもんだろ。ランキー、望むの。ランプル、
すまん。人間と仲がいいんだな、ジンベイ。おめえみてえなやつが一番嫌いなんだよ。人間と肩を組むとは、ジンベイもとんだふぬけ野郎だ。俺がこの島の王になれば全てを変えてやる。やがて魚人族に逆らう者はいなくなる。海賊の世界も同じだ。俺こそが真の海賊王にふさわしい。海賊王？やっちまえ！おい、ルフィ！やられたぞ。これが覇気。たった2年でここまで。覇王色、やっぱ資質あったか、あの野郎。これくらいやってもらわねえと船長は交代だ。ホーディっつったな。お前は俺がぶっ飛ばさなきゃな。お前がどんなとこでどういう王になろうと勝手だけどな。海賊の王者は一人で十分だ。何万人でもかかってこい。麦わらの一味はジンベイ親分と一緒にこの国を救おうとしてくれてるんだな。あとはわしらに任せ。みんなは安全な場所に避難するんじゃ。よし、俺たちが送り届けてくるぜ。あとはフォーディを倒すだけじゃ。ファイヤーボール。フォーディ、お前たちを打ち負かし、わしらは人間を愛する未来を選ぶ。いい気になるんじゃねえ。俺たちは選ばれた。復讐という正義を受け継ぐために。脱ぎ捨てろよ。いくらでもくれてやる。もっと攻めろ。強そうに出てきた。俺に力をよこせ。ジェネラル大丈夫。アイアンマンレッド。フォーディ船長にもっとエネルギーステロイドを届けろ。この島の誰よりも弱い。これ弱いだと。ウルフルールウェザーエッグサンダースピードビーム。人間との長い確執の歴史に目を閉じ、未
未来を少し変えようと歯を食いしばる、この強く優しい決意がなぜわからんのじゃ。今のうちに謝らせてくれ。お前さんの故郷を苦しめたアーロンはわしの弟分なんじゃ。確かにアーロン一味にはひどい目に遭わされたけど、そんなひどい渦の中出会った仲間もいるのよね。全部つながって私ができてんの。だから私の人生に勝手に謝らないで。なんちゅうもったいない言葉、かたじけない。お前ら何をごちゃごちゃしゃべってやがる。気をつけろ、この女の棒、さっきからいろんなもんが飛び出すぞ。魔術師か。魔法使いちゃんって呼んでね。大運ロット。思い出せ、この2年間逃げた。あいつらに捕まらねえように、雨の日も雪の日も雷の日も逃げて逃げて。なんで俺があんな目に。焼け焦げろあんな思い出。ヘルンメモリーズ。人ども、降参が先か全滅が先か、三刀流極上大竜巻。切れる竜巻だ。止まらねえ、どこまで追ってくるんだ。地獄の果てまで。この国の重要な世界の歴史が眠ってる。荒らされると私も不本意。ミルフルール、ギガンテスコマーノ。おいおい、なんだあれ。足ストン。ギャー。失礼。なかなか人間相手に何をやられてやがる。ワンチーファイアーボール。Come on.
敵は俺が皆殺しにする。ゲラル大丈夫、アイアンバブル。諦めろ人間、俺はお前たちを見るだけで地図が走る。限界取るぞ。俺たちに勝てるわけがねえ。助けを請え、下等士族。スーパー。ガッチョペット。悪い、助かった。お前ら人間への復讐を果たす。俺たちは人間の裁きを与える。人間力を得たのだ。ファンキー一刀流、巨人空手奥義。頼むぞ。何の寝てよ。Game over!